皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、教室開業時に絶対に把握しておきたい〇〇〇〇 ○○○3 文字なんですけどね。はい。こちらについて今日はお伝えしていきたいと思います。さて、えー、絶対に把握しておきたいっていう風にね、思ったこの○○○。後で回答言いますけれども、ちょっと考えていってください。これですね、あのー、 最近そうですねいろんな方と私、日々セッションするじゃないですか。もちろん私のクライアントさんも日々セッションしているし、で初めてセミナーでお会いした方で、まあ、その後、ご相談ということで、初回ね、初めての無料相談っていうところでお話を伺う方、まあ様々なんですけれども、でその方とお話を伺うにつれて、あそういうことかっていうふうに。 分かっったたことがあったんですよ特に起業時開業時の方は絶対にそこを外すとあと苦労するよねって思うぐらい脅してるわけじゃないんですけどねそういうものが分かったんでそれを今日はねお伝えしていこうかなっていうふうに思っております、はい、では、えー、それは何なのかっていうの答えを言いますね教室開業時に 絶対に把握しておきたい〇〇〇とは現在地です現在地えー、そんな回答って思ったあなたほどもしや自分の現在地分かってない可能性が高いですはいじゃあなぜね現在地が必要なのかっていうことをちょっとお伝えしたいと思いますねえっ、ー、とねこれ何かの YouTube なのかちょっと本なのかちょっと忘れちゃったんで、まあ、いろんなものを私日々吸収してるんで出典元が言えなくてごめんなさいな話なんですけれどもあのこんなエピソードがあったんですよ、えー、砂漠って結局水がないと死んじゃうじゃないですかだからまあオアシスとかねそういうところにこうたどり着けるかどうかっていうのは 死活問題だっていうのは私砂漠でさまよったことはないですけど鳥取砂丘で歩いた時にこれ水ないと死ぬよねって思いました炎天下の中歩いてた時にねでまあ冗談はさておき要は水ないとダメですよねっていうふうになったとするじゃないですかでその砂漠でじゃあオアシスここだよとここだよとでその地図をね渡された 旅人がいたんですよじゃあその旅人ってそのね喉が渇いて脱水症状を起こして、まあ、場合によっては亡くなってしまうことになるんですけれども倒れてしまう前にオアシスにたどり着けるかどうかっていうところの話がね載ってて、まあ、結果ねたどり着けてないんですよ。なぜたどり着けなかったのかという話なんですけどね。 あのもちろんオアシスが、まあ、遠すぎたっていうこともあったのかもしれませんね、もしや。だけれども、これ、たどり着けなかった理由っていうのは、皆さんも普段無意識的にやっていることで、答えを聞けば、そうだよねっていうのが分かる内容なんですよ。それが現在地なんですよ。つまり、その地図は、 地形の地図とかは渡されているし、オアシスの場所も書いてあるんですよ。だけれども、そのオアシス、じゃあ、例えば今自分がどこにいて、一番近いオアシスに行くためには、右側の道行けばいいのか、左側の道、まあ、東西南北、コンパスがあれば、さらにね東西南北っていうところもあるんですけれども、要は現在地が把握できない限りは、 たどり着けないんですよなので行きたい場所の地図をもらっても現在地が分かってない人はどっちの方向に行っていいか分からないんですよ。これ結構大事な話ですよ。地図があっても自分がどこにいるかが分からなければ向かう方向を間違えるとこれ死活問題ですよ。自分が本当はここにいる でオアシスがここにあるだけどオアシス地図を逆に見ちゃってこっちだったとしたら自分が思った道がますますオアシスから遠ざかって、まあ、死ぬ確率高いですよねっていうそういう感じになっちゃうんですよね。でこの話っていうのはその私が例えば新しい方とかねまあそういう今これからという方とか まあ、あとはそうですね自分がこれからどうしていこうっていうさらに大きく伸ばしたいっていう時にどっちに行ったらいいか分かんないって迷っちゃってる人も一緒です基本的にははい現在地が分かってないですよで現在地あのどこっていう場所がちゃんとバツ印とかついた状態でチェックされた状態で行くべき場所の 地図を手に入れるこれが結構ね大事なことなんですよね。であのよく私もねあの地図は苦手の方ではないです苦手の方ではないんだけれども、えー、知らない土地に地下鉄から上に上がると南蛮出口が一番近いっていうのが分かっていて地理の図形上をどっちに行けばその目的地のホールとかセミナー会場にたどり着けるかは分かってるんですよ。 分かってるんだけど、その出た出口に対してのものがどう配置されてるか、例えばコンビニが出たら左にあるっていう地図だったら、左にそれを見れば、あこっちに歩けばいいんだなですし、もしコンビニがあの右側にあるっていうところの方だ、右側にコンビニがあって、会場左っていうんだったら、あ右にコンビニ見てるからこっちだとかね。 まあ大きい道路とかがあるところならね、もちろん大体地下鉄の,あの出口ってそういうところもあるんですけど、都内とかだとなんか不思議なところにポコッと突然 <laughs> あの出口が出たりすると、今、今どこにいるんだっていうね、把握がね、私もね、たまにできないときあるんですよ。土地勘がないところだと。信号に名前書いてあるって言ってもですね、その名前を見て、そのどっちの方向が自分が行きたい方向に対しての信号の方向なのかがわからないから、 でこういう時私どうしてるかっていうと歩き出してまずほ方向を決めますあるこの地図上をこっちに歩くとこっちなのかってあだから行きたいの向こうだから逆だなとかいう時もたまにありますはいなのでそれぐらい現在地がわかることっていうのは行きたい場所に行くためにはとても大事なことなんですよ で、じゃあ、さらにこれを開業時、教室、起業時、えー、さらに自分が大きくなるところでの話に置き換えてお話ししますよ。えー、現在地が分からない人は、あのー、当然、未来の、ね、予測値があっても、自分がここに行きたいっていうものがあっても、たどり着く方法を正しく見つけることが難しいんですよ。まあ、場合によっては、 逆の方向に行っちゃう要は、えー、一言で言うと残念な話なんですが無駄な努力をするはめになります現在地を正しく把握してないとなのであのこの現在地の把握っていうのはやっぱりすごく大事だなっていうふうに思っているんですよお話をするにつけですよじゃあ現在地どうやって把握するのっていう話なんですけどねこれはあのー、起業時に、まあ、これは ああっった方ががいいよねって思うものとかがありますよ、ねまあそしてご本人が思ってるこれこうできたらいいよねって思ってるものがあったとしますよねそれが私は例えばコンサルタントの立場からいろんな方をたくさん見ていてこの方法早道だよねは答え持ってるんですよだけど例えば私と話をできていない方で1人で独学でいろいろやっている方って、まあ、試行錯誤でやるしかないんですよしかもスピード速く でまあ、大体そのうちに心折れて、まあ、あの廃業しちゃうという方が多いんですけれどもね。だから何かしら客観的にものが見える人、イコールそれがまず地図になるんですよ。で、その地図はただ地図をもらっただけじゃだめなんですよ。例えば 叶えたい夢あいいですよ教室会議をしましたいつでも満席で生徒さんもワイワイいてお金もたくさん入ってきて裕福に潤っている状態っていうのがゴールだったとするじゃないですかだけどそのゴールに向かってどういうルートを通っていけば一番早くて確実で安全で楽しくできるのかっていうのは 起業したことがないんだから分からないんですよ、通常は。ということはやっぱり地図はもらうでしょうって思ったりします。で、その地図はただも単に地図もらったらダメなんですよ。例えば、じゃあ年少1000万稼げますよとか、いつでも満席になる教室作れますよって、これ単なる地図なんですよ。で、その地図に対して、 あなただったらどういうアプローチが必要なのかっていうところまで教えてくれている現在地の印がついたゴールに向かっての正しい地図をもらわない限りうまくいかないんですよ。うまくいかないんです。それをなんかいろいろねここ数人話を聞いてて思ったんですよ。じゃあ私は現在地皆さんの現在地をどういう状態で把握しているのかっていうとまず起業前の方。 の現在地って、把握しようがないと思うでしょう。思うでしょう。把握できるんですよ。どこにいるのか、どこにいるのかですね。ゼロ,ゼロベースの状態の中でもどこにいるのかっていう。まあ、どちらかっていうと、地図っていうより階段のイメージに近いかもしれないですけどね。例えば、えー、と教室をやりたいな、の先生になりたい方って大きく分けると、 パソコン得意か、コンピューター大丈夫なのか、全くそういうの苦手で、文章も苦手でっていうタイプかっていう、超アナログル人間なのか、まあ、そこら辺大丈夫よっていう、ここだけでね、道結構大きく変わるんですよ。で、まず、そのアナログすぎる人に関しては、もうベタベタな地上戦で行くしかないんですよ。地上戦っていうのは、例えば、紹介を伝っていくとか、人と会うことによって、自分の教室の良さを伝えたりとかっていう、地道な。 ドブイタ営業って言われるような地上戦で頑張るしかないんですよパソコンとかそういうの嫌いだしできないって言ってるのがスタートだったとしたらですよ でじゃあ逆に会社員からの転職ですっていう方に関してはそのスキルがあることが前提で、まあ、いわゆる空中戦と呼ばれるウェブを駆使した形 SNS のメディアの部分を駆使した形の展開もできるからでその人は逆にでも直接人に声かけるのは苦手ですっていうと地上戦できない人になっちゃうんですよ。 で今の聞いて話わかるかもしれないですけど、最強ってどういうことなのって言ったら、空中も地上も両方できる人が一番早くうまくいくんですよ。ちなみにそれは私のタイプです。ガテンですよ。めっちゃ現場主義。地上戦もやるし、空中戦もやりますよ。どっちも。だから私、早かったんですよ。 でそれは自分がどこまでのスキルがあって何ができてっていう自己分析ができているそれは会社員時代に営業職ゴリゴリやってたからですこれできるよねこれできるよねこれもできますあれもできます恥とかも特に関係ない当たって砕けろだしやったことがないことはやってみないとわからないっていうそういう心情でやってるからまあある意味あのゼロベースだから失うものないんですよゼロだから。 ま、マイナスになるものはありますよあの生活費がどんどん目減りしていくっていうマイナスになるものはね。でもそれは早くにちゃんと稼げる状態をどれだけ早く作れるかによってマイナスにならずに済むじゃないですか。実際にマイナスまではいかなかったですけどね、私もね、出だし。だからその状態を作るためのスキルって違うんですよ、そもそも教室会議をするときに。だからあの人は簡単にできていいよねとか。 この人はなんでうまくいってるんだろうってもしも思うんだったらまずね土台が違うかどうかも確かめた方がいいですよ。土台が違った場合にはじゃあその土台まで自分まず持っていくのにどれぐらいの時間がかかりそうなのかそもそもそのスキルはいるのかっていう話とかねあのたまにね。 無駄なスキルとは言わないんですけれども不安を取り除くためなのかどうなのかわからないんですけど開業するために最低限必要なスキル以上に資格たくさん取ってる人とかよく見かけますはいそこまでいらないってオーバースペックですって私は個人的には思ってるんですけどそこをやったらうまくいくと勘違いしているんですねそれよりも正しく現在地 を把握してさらに正しく自分が決めた目標値に一番いい感じの自分に合った方法を教えてくれるコンサルタントをつけた方がよほど早いです。これは私がコンサルだから言ってるんじゃなくてあのそういう無駄な努力をして疲弊している人をいっぱい見るようになったからです最近。で大体皆さんおっしゃるのが企、えー、業当初ですね開業時、まあ、SNS 大体頑張るんですよ。 で特に今、楽ちんなのがねあの、取っかかりやすいっていう意味で、楽ちんていう意味ですよ、本気でやったらめっちゃ面倒くさいところも出てくるインスタグラムなんですよ、取っかかり楽ちんだから。ブログを書いたり、YouTube を上げたりっていうことが、後々第三になるよっていうことを、私はクライアントさんにも言ってるし、まあ、この動画の中でもまあまあ伝えてるんですよ。だけど、それはすぐに成果がパーンと出るもんじゃないんですよ。 1>, 1年後、2年後、3年後、5年後ってじわじわ成果が出て、まあ、最終的には自動集客になっていっちゃうんですけどね。で、その道どっち選ぶのっていうことでなんですよ。私はその後々楽になっていく財産になるよ、URL 一個一個が全部入り口になるよっていう思想を会社員だった時からコンサルの先生の 会に自分でお金をつぎ込んで入り学んでいたから企業当初からブログを書いていたし YouTube もやってたんですよ YouTube r 1年後ぐらいからですけどねだからそれはそのやり方を知ってたからなんですじゃあ比較の意味でお伝えすると私がその起業をして準備をして、まあ、おかげさまで教室はスタート時から満席からスタートはしてるんですが準備 かかかってるんですよ9ヶ月とかその間地道に地道にやってるんですよみんながやらないブログとかしかも1個のブログに専門用語とかを読んでくれる人に分かりやすく楽しくや分かるようにって言って1ブログ4時間とか5時間かけてた時だってあるんですよっていうことがあって積み上がったのは信頼関係なんですファンがいて信頼関係があるその状態での開業なんですよ私の場合ね だから現在地が分かっていて、会社員から一般人になるわけですよ、開業するっていうことは、何の後ろ盾もない、信じてもらえるものがない、もう発信で信じてもらえるしかないじゃないですか。だけど SN、SNS の中でも楽ちんで、簡単で流れていっちゃうメディアは、その当時、私やってなくって、ホームページとブログ、もうこれだけで集客していたんですよ、当時はね。それは財産に残るということを知っていたからなんです。 自分のスキル、現在地を知って正しくうまくいく方法の最短のやり方、それはファン作りなんですよ。ファン作りを開業前にやっていたんですよ。半年以上かけて。そのための必要なブログっていう、そういう順番で準備をして開業してます。だから、あのー、よくね、開業時の失敗っていう話、エピソードないんですかみたいなこと、よく言われるんだけど。 あの嫌な人間に聞こえちゃったらごめんなさいなんだけど私はそれだけ準備をしてから開業してるので失敗しない状態でスタートはしてるんですだけれども途中でそんな準備周到な私でも3年目で一回売り上げがドーンと落ちたことがあったんでその時にまた復活する方法を学んだんですけどだから準備は現在地が分かってるから必要な準備ができたんですよゴールに向かって。 でそのために必要なのがファン作り。ファンを地道に作っていくためには当時顔出しもできない状態でしたから、書いているブログで信じてもらうしかなかったから、なるべく喜んで、えー、役に立つと思っているブログを必死に書いてました。毎日、毎日、毎日です。会社で残業して帰ってとか関係ないです。会社には内緒でブログ書いてましたから、顔も出せないので。 でもそれを怠けて寝ちゃうと夢に遠ざかっちゃうんですよ。でそれをなんでできたのって言ったらその会員の人たちが物販の人々が多かったんですけどそれこそすんごい一生懸命ブログ書いてるの知ってたんですよ本業で。ってことは最低そこのラインかっていう最低そこのラインかっていうラインも私知ってたんですよ。だからよく相談されがちな 私、一生懸命 SNS 頑張ってるんですけど、全然人来ないんですっていう人は、まあ、いろんな理由ありますよ、SNS やったらいいっていうから、なんだかとりあえずやってみるって、これ集まるわけがないんです。で、あと、いやいややってる、なんかやれっていうからやってみました、なんか疲れちゃうんですけど、なんか苦痛です。で、そんな記事に誰が面白いと思って見に来るのっていう世界とかね。で、疲れちゃったって言って、どれぐらいやって疲れてるんですか。 1> 1週間にっはって感じなんですよ私毎日ですよ10ヶ月近くそれでやっと信頼構築で、まあ、今はもし,も,っとしかもしかしたらもっと近くできるかもしれないですけどねだから現在地の把握状態が甘すぎるとやってるのにできてないっていう変なで,できないというかうまくいかないという変な、あのー、思考に陥ってそして私はダメなんだとかになっちゃう。 だからそもそも現在地が分かってないんですよ。でも、起業初期の頃はあは、のー、がっつりねや、やらないと、力かけないと認知してもらえないんですよ。だって、今までもずっとやってる先生たちがいるんですよ。その人を選ばずして、なぜにいきなりポットでの会議をしてあなたの教室に行くんですかっていう世界をもっと理解しないといけないです。仕事ででやりたたいんだったらですよ ということは、ご自身の現在地をまず正確に把握する必要があります。えー、持っているスキルで活かせるものは活かします。それは、えー、会社員だろうが、どんな経験でもあってもいいです。で、じゃないですって、まああのー、本当に、ね、ないですっていう方、たまにいるんですけど、それ、自分のことの深掘りを放棄していって、私は怠慢だなと思ってます。何かしら、だってお金を払ってもらうんですよ。 それなのに自分のスキルとかでいや私平凡な人生送ってきたんですないんですっていう人からえなんで教室の先生になって人に教えようと思っちゃってるわけって私的には思うんですよ普通の人が教えちゃいけないって言ってるんじゃないですよその語ってるうちにじゃあ例えばめちゃめちゃ趣味でマニアックなことを語ってたらもっとそれ聞きたいお金払うから聞きたいって言って商売になっちゃってる人もいるのもいっぱい知ってますだ,だけれどもその 商売にしたいって言ってるのに自分の PR ポイントが何もないですっていう人からいやお金払って何買ったらいいんですかっていう世界ですよねだからまず自分のいいとことか得意を見つけるっていうのは最低限やらやんなくちゃいけない、まあ、これもだから現在地の把握です過去の経歴も含めてねだけど皆さんから話聞くとこんな教室やりたくってこんな講座をやりたくってメニューはこんなラインナップでって言って 先にそれをくちばしって言ってくる方いらっしゃるんだけど、いや、それ誰が習いたいと思ってるんでしょうって言って、人間を一人も考えてない人とかも、まあまあいるんですよ。結局、自己満足のための教室会業って、自己満足レベルで集めていかないといけないので、集まんないの当然なんですよ。だって、お金を払う人は、あなたの自己満足のために投げ銭するわけじゃないからっていう感じなんですよね。だからそこを履き違えちゃいけないから、 企業当初に正確な現在地を把握すする必要があります、はい、なのであの私はあの辛口だろうとなんだろうと現在地をはっきり把握してもらうことを伝えてますまずはね。でそれに対してどういうルートなら最短でうまくいきそうか。 で最短じゃなくてもいいっていう人には最短じゃないやり方も教えます。最短だとだいたい崖になる可能性が高いんですよ。急勾配で行かないとね。山があったら最短ってこの距離じゃないですか。だけど、これつらいですよ。当たり前だけど、近いけど。でも、こうやって迂かルート通れば、道はめっちゃ長いし、時間もかかるけど、まあ、たどり着くことはできるので、そのさじ加減も、あなたがどのくらい頑張りたいかに合わせて、 目標設定も変えられるのがコンサルタントの力量です。はい、なのであの、めっちゃ頑張ります、短期間でガッツリやりますっていう人に私それなりのこれやって、あれやって、こうして、こうしてっていうのを言いますし、緩やかに1年ぐらいかけてこんな感じでやりたいとか言ってる人には、緩やかな方法をお伝えしています。全て本人次第ななんですよそれなのに例えば あの人はあんなに早くうまくいってるのに自分はなんか全然前に進んでなくて焦りますなんていう方いらっしゃるんだったらいやその人と同じぐらいにやってみたらいいんじゃないって言ってギアをギアチェンジしてトップギアに入れれば変わっていくじゃないですかだからあの必要なのは現在地の把握がまずまず第一ですこれ企業開業時だけじゃなくて えーっとリブランディング、新しく自分のブランドを変えるときにも同じことが必要になったりします。なので、絶対的にどの位置にいても毎回現在地知る必要があります。これをやりたい、今の現在地、今の自分の力量これだ。じゃあ、にもない人はあ、売れる商品、売れるサービスを身につければいいと思ってますよ。まあ、だから皆さん、資格取りに行くんでしょうけどね。 ただ残念ながら何個も資格あっててもそれが教室の満席になる成功につながるとは限りません。なぜならばそれをどうやって集めるために使うのかっていう設計ができてて資格を取りに行ってるならまだしもそういうことも全然なしに取りに行ってるとバラバラなものをただ取っただけなんであの人にとって魅力にあるものになってないんですよ。だから必要以上に資格はいらないっていうことです。それよりも自分が やろうとするサービスにとって必要な人が必要なものを何を提供できるかの方に足んないなこれっていうのだけを追加でやるっていうのが必要だなと思ってます。でそれと同時にあの習い事のスキルは、まあ、趣味的な領域もあるから楽しいのからやっちゃうのかもしれませんけど私は基本あの5対5の法則って私の中で言ってるんですけど。 例えば、えーと、教室業のスキルをじゃあ30万円で習ったとしましょう。30万円で習ったら、経営とか集客の勉強も30万円につぎ込んでほしいんですよ。次の資格をもう1個取って30万円にして、こっちゼロにするんじゃなくて、30万円のスキルに対して30万円の経営のスキル、次に50万円を上乗せした時にはもう1回50万円のスキルの方がバランスがいいです。 はい、たまにこっち200万とか1000万なのにこっち30万とかいうめちゃくちゃバランスな人いるんですけどそういう人に限ってこんなに私いっぱい資格取っていっぱいスキルがあるのになんで来ないんだろうっていう方もいらっしゃるんですけどいや集客の勉強とか経営の勉強してないからですよっていうことと現在地の把握をすると同時にライバルの状態と自分の立ち位置の違いも分かっちゃうんですね現在地ちゃんと把握すると。そしたら あのライバルが多すぎるところで勝負するとそれ以上に頑張らないといけないからなるべく成功しやすくってライバルが少ない場所を探さないといけないんですよ。それこそ地図じゃないですか。地図自分で作れる人だったらとっくに起業とか全部成功してますって私だって企業当初はそこが分かんないからコンサルの先生ついてるわけですよ。 だから地図をもらわないと企業当初ないしはリブランディング大きく伸ばしたい時に自分を変革したい時には無理ですっていうことで,で地図をもらうだけでも無理で現在地の把握が絶対にセットになってくるというお話でした。はいということで、えー、と本日のまとめをしていきたいと思います、えー。教室開業時に絶対に把握しておきたいものそれは現在地です。 何、まあ、な,な,ならその現在地が載っている地図ですね、はいで。その地図の正しい使い方を教えてくれるティーチャーですね、まあ、コンサルタント、メンター、何でもいいですけど、はい、そういう人が必要でしょう。このサバイバルな世の中ではと思ったりしています。はい、そんな感じです。以上です。よろしくお願いします。それでは。